こんにちは。中小企業や病院の集客方法と人材採用を教えている経営コンサルタントでパソコン歴30年以上の稲田ゆきがお送りします。今日はパソコンのバックアップ方法に関してご説明します。基本的には Windows の方を使ったバックアップ方法です。Mac に関してはタイムマシーンというアプリがありますので、それを使ってバックアップをしてください。では Windows の方を説明いたしますね。まずですね、 バックアップっていうのは何かと言いますと、今のパソコンの状態を保存すること、これを言いますね。バックアップを取っておくことで、何かしらトラブルがあった時にでも、すぐに戻すことができます。例えば、急にパソコンの調子が悪いとか言った場合、もしくはパソコンの中のファイルが消えてしまったとか、言った時でも、バックアップがあればそこから戻すことができるんですね。で、大体の人は何かトラブって、ファイルが消えた後に初めてバックアップの重要性を知ります。まあ、そうならないために、普段からバックアップしておくっていうのは大事です。やり方は簡単です。 で、バックアップ方法は何個あるんですけど、一番ですね、わかりやすくて簡単な方法をお伝えしたいと思います。ただし、バックアップをするには一つですね、絶対条件がありまして、外付けのハードディスクを買ってください。これが必要です。あと、今のパソコンの容量にもよるんですけど、今のパソコンは多分 256GB か 512GB、もしくは 1TB か 2TB というな多なハードディスクを使っていると思いますが、それらの容量が入るだけのハードディスクが必要ですね。ですから、例えば今お使いのパソコンに 500ギガのハードディスクが搭載されているのに、外付けのハードディスクを250ギガしか買わなかった場合だったら残り250足りませんよね。その場合はバックアップできなくなる可能性がありますので、必ずそこはですね。チェックしておいてください。まずです、ね。今のパソコンの容量を知っている方は、こちら概要欄に目次を貼っておきますね。そこをクリックして、実際のもうバックアップ方法に進んでいただきたいんですが、今のパソコンが一体何ギガの容量があるのかわからないと、ハードディスク、もしくは ssd でどのぐらいの容量があるのかわからないといった方、その方のために調べ方をお伝えします。 こちら Windows ボタン左下ありますね。ここを右クリックしてください。そしてこの中からシステムというものを選びます。そうするとこのような画面出ますね。でここにですね、左側、記憶区域っていうのがあると思います。 こ,こをクリックします。そうすると、こちらがですね、一番上に書いているもの。これは基本的には現在使っているパソコンのハードディスク。もしくは SSD の容量ですね。このパソコンの場合は476ギガあると。現在263ギガしか使っていません。213ギガ空いてますよっていうふうな情報が出てきます。で、これが分かったら、例えば外付けのハードディスクを買う際は、まあ、500ギガ以上のものがあれば OK と。できれば1テラとか2テラとかあると特に安心ですね。まあ今使っているパソコンの容量が分かりましたら次、ハードディスクを買います。でこの場合 Amazon はちょっと今見てみましょうかね。まず Amazon に行きますね。で、ここで、外付け、HDD といって検索してもいいんですけど、ハードディスクドライブっていう風なものに、できればですね、SSD タイプ、も結構今 SSD も安いので、 こちら SSD というふうな形で検索してください。ハードディスクと SSD の違いに関しては、ちょっと別にですね、パソコンの買い方っていうところでご説明してますので、その動画でもご覧ください。で、外付け SSD。このように検索すると出てきますね。メーカーいっぱいありますけど、おすすめはですね、もう IO データ、もしくはバッファローというふうなとこを結構おすすめしています。で、こうチェック入れておくとですね、それだけは出てきますんで、で、あとは IO データですね。この二つ。で、このようにですね、いろんな商品出てきますけど、まあ大体見ていただけばわかります。例えばこれだと、IO データ ですね。500ギガぐらいで6300円ちょっと500ギガだと少ないですよね？で、こちらだとバッファローで 1tb あって1万円ぐらいといった形です。まあ、だいたい1万円ぐらいを考えていただければ買えるという風なところですねで。ssd とハードディスクなんですけど、ssd ではちょっと高いです。で、ハードディスクが安いです。ただ、ハードディスクだとそのバックアップにやっぱちょっと時間かかってもしますので、できれば ssd タイプを買っておくといいでしょう。このようにですね。ハードディスクドライブ hdd だと2テラでも7630円という形で安いんですね。外付け ss。d で、す。この辺を買いますよね。で、手元に来ました。で、それを USB で差し込みます。ここで準備が一応終わりです。今使っているパソコンの容量を調べる。そして、外付けの SSD を買うといったところですね。じゃあ、実際のバックアップ方法に関してご説明します。もうすごく簡単です。こちら、Windows の画面で左下、まだ Windows ボタンをですね、今度左クリックします。歯車のところのですね、 をククリックします。このような画面が出てくると思いますので、この中で更新とセキュリティのを押しますね。そうすると、こちら、左側にですね、バックアップっていうのがあります。もう名前そのままですね。ここをクリックします。最初の状態だとこうオフになっていると思いますけど、で、ここでですね、オフになっている場合、何も今までハードディスクを繋いだことがなかったら、ここにプラスボタンがあると思いますね。そこをプラスをクリックして、実際に買った外付けの SSD ドライブ、こういったものをですね、差し込んでそれを設定します。そして、オンにする。基本的にこれだけですね、やることは。これだけで自動的にバックアップ 一応、これその他のオプションっていうのをクリックすると、だいたい何時間おき、まあこれ1時間おきに取るように最初になってますので、無期限に取るっていう形ですね。対象のフォルダーたくさんありますけど、まあ最初に Windows が設定しているものをそのままやっておくと、だいたい OK ではありますね。気に入りとかダウンロード、だいたいもう入ってますので、まああまり初心者の方は個別に触る必要はないでしょうで。実際にじゃあバックアップしたものに関してを復元したい。 元に戻したい場合は、ここにありますね。現在のバックアップからファイルを復元というのもありますので、こちらのですね、機能を使ってください。もう一回行きますね。Windows の左下、Windows ボタンを左クリックして、歯車の設定ボタンをまた左クリック。そして、更新とセキュリティで、こちらのバックアップを。 ククリッすするとこれだけで,すでパソコンのバックアップ絶対やっておきましょう。何かしらトラブルが起こった後に、や、っしまった、バックアップ取っておけばよかったっていう風に言う人多いんですけども、遅いんですよね。普段から取っておくべきです。特にこれ、会社だったら絶対に取ってください。仕事で使うパソコンに関してはバックアップ必須です。やり方は今お伝えした通り。で、これですね、あと1点だけ注意事項言いますけど、USB メモリーでバックアップをしようとしたらですね、多分割高になると思いますね。であと、持ち運びがしやすいことがデメリットにもなります。つまり、盗まれやすい っですから、まあ、外付けのハードディスクドライブっていう形、まあ、外付けの SSD なんですけど、それを付けておく。そして、それを取られないようにしておくのがポイントではあります。 これは一応基本的なバックアップのやり方ですね。その他もちょっとあの上級編という形でネット上のサービスを使ったバックアップとか、あとはそのいろんなパソコンがみんなで共有されているネットワークドライブっていうものを使ってバックアップとかありますけど、基本的にはもう外付けのものをつけて、それに対してこのバックアップの手続きをするという、基本的にはこれだけですね。以上です。このチャンネルではパソコンやワード、エクセルに関して役立つ情報を発信しています。 この動画の右下からチャンネル登録とベル通知をしておくと新しい動画が追加されたかなという形で何度も確認する必要もなく便利です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴ありがとうございました。